2025年3月には全国6都市をめぐるゼップツアーを開催。レオナのワンマンライブ、レオナワンマンコンセールバース2024が10月20日に東京ガーデンシアターにて開催された。前日には同じ会場で自身が歌唱を担当する TV ソードアートオンラインオルタナティブガンゲールオンライン以下 GGO に登場する歌姫神崎エルザ CV 氷笠陽子との対バンライブとなった神崎エルザスターリングレオナレオナスペシャルライブアバター2024が開催された。この日レオナが挑むのは自身の26歳のバースデー当日のライブ。デビューしてから紡ぎ続けてきた絶望系の音色は広く高い東京ガーデンシアターの空間にどう響き渡るのか。チケットは早々にソールドアウトし、注釈付きの指定席を急遽開放するなど期待値は高まっていた。蜃気楼のようにステージに登壇したレオナの選んだ1曲目はバースデー。生まれた日、新しい1年の始まり、それを盛大にお祝いするというわけではなく、あくまでも痛みの先に生まれる明日への希望のステップの1日。続いて、レッド・イット・ダイ、そして、月姫、A Piece of Blue Glass Moon Minus 主題歌、生命線、アークナイツ、黎明前奏、エルード・トゥ・ドーム、オープニングテーマ、アライブと、切なく、広大な楽曲を紡いでいく。レオナの始まりのお歌、スウィートハートから、アンノーン、怒り、原作者など、何者でもない、でも、確かにそこにいる、あなたへのが続けて放たれていく。ステージ上頭上部にひっそりと、スポットライトが差し込む、デビュー当初から大事に歌い紡がれてきた、等身大の時間。じっくりと歌い上げられ、様々な感情がレオナから客席に向けて放たれる。それを受け取った観客の思いが、グルーヴとして会場に渦巻いていく。バンドメンバーも、コーラスとして参加した、サムデーは、レオナ自身が14歳の時に感じた絶望を、詰め込んだ一曲。やりきれない思いと、逃げきれない現実の間で大人になってきたレオナは、今ステージの上で、あの時の自分自身に語りかけるように歌う。すっとステージの中央にあぐらをかいて、ギターを抱えたレオナが語った26歳の目標は、免許を取ること。少し暖かい空気になったところで、トイピアノの鍵盤が、レオナの手で叩かれる。アコースティックで歌い出したのは、絶望年表。自身の足跡をなぞるように優しく、しっかりと演奏されたその流れのまま、辛いとき辛いと言えたらいいのになの言葉から、決意の朝に、アクアタイムズのカバーが歌われてゆく。あぐらをかいたリラックスした姿のまま、絶望と決意を語るレオナはとてもしなやかだ。流れはさらにドラマチックに進んでいく。絶望を超え、決意の先に響かせる人間賛歌、ヒューマンはどこまでも強く、伸びやかなメロディーが会場を満たしていく。ガジュマル、ヘブン・イン・ザ・レインは、亡き祖父を思い歌われた一曲。自身の絶望を紡ぐように歌っていたレオナは、様々な人々の思いを受けられるシンガーに成長している。熱いバンドセッションの後、白いワンピースに赤いライダースを羽織ったレオナから、待望の言葉が投げかけられる。ここからは、立って、一緒に楽しみませんか？レオナの号令と共に座っていた客席は一斉に立ち上がり、ここからは、ラストスパート。シャドーダンサーズ20人を引き連れての、シャルビダンス？では、自身もタップを披露し、会場を埋め尽くした観客と共に踊り、泡沫の享楽を楽しんでいく。サイド黒のライダースに身を包み、自身の代名詞とも言えるアニマでは、圧倒的な照明と共に、一人一人に音を通して、魂の色を訴えかけていく。
死ぬ気で遊ぶ準備はできてますか？一体となった東京ガーデンシアターでは最新曲 GG がドロップされる。前日のアベテルで神崎エルザから譲り受けたギターをかき鳴らす姿は新鮮かつ最新のレオナだ。がなり上げるように、そして時に切り裂くように歌う姿に客席は温度を上げていく。サビ終わりの気だるげなイエイの声にはゾクリとさせるロックの雰囲気が漂っている。新境地を叩きつけていく姿を見せつけた後にレオナは、レオナのライブにアンコールはありませんと約束の言葉を放つ。前日のアベテルでは神崎エルザに壊れて禁断のアンコールを披露したが、あれはあくまでエルザの主催ライブ。今日は鉄塔鉄尾、レオナの空間だ。総勢48人のクワイヤーを引き連れて歌われたのはソードアートオンライン原作小説刊行10周年テーマソングとなるティルザエンド。圧倒的な世界観のこの楽曲から間髪入れず、光が道のようにレオナの後方に広がっていく。出会ってくれてありがとうその言葉から、ライブの最後に放たれたのはゲームソードアートオンラインフラクチュアードデイドリーム主題歌私たちの賛歌。10分40秒にわたる壮大な組曲で歌われるのはありがとうの思いと言葉。すべてのバンドメンバー、クワイヤー、そしてレオナが感謝を壮大なに乗せて降り注ぐように届けていく。絶望を救ってくれる曲を探していた少女は、6年のアーティスト活動の中で希望と未来を歌うシンガーに進化した。まるでこれまでの彼女の足跡を追うような総勢80名を超えるミュージシャンによる特別なライブは感動の中で幕を閉じた。2025年3月には全国6都市を巡るレオナワンマンライブツアー2025スクワットジャムの開催も発表された。オールスタンディングのゼップツアーではどんな新しいレオナが見られるのだろうか。万雷の拍手に涙ぐんだ26歳最初の日、また一歩ずつレオナは歩んでいく。テキストバイカ等楽誌リリース情報 2024.11-20ONサリシングル GG レオナオフィシャルサイトハットプス www.reona-reona.com/